周年を迎えた勝利の女神ガチャ、始まる。ということで今回は、グレイブさんが実装されたのでガチャを回していきましょう。さあ、始まるざますよ。行くでガンス。ふんがー。まともに始めなさいよ。勝利の女神は10連目は遊ぶからな。平気平気。こっからは地獄だぞ、見とけよこの野郎、つって。手に入れたー。よし。というわけで、これは再び、ユニちゃんズが地獄の底から蘇る流れだな。あ、てこら。プロデューサー、私の歌、聞いてくれる？俺の歌オッケー。つまり、歌による戦い、ということですか。早速グレイブさんだったと思いましたが、残念ながらすり抜けでしたね。ピックアップが仕事してくれないのはいつものことだから。当たらなければどうということはない。視聴者アニチたちはグレイブは無事にゲットすることができたかな。何十連で引けたか僕とバトル。バトルだ、レッドデーモンドラゴンの攻撃。よっしゃ来たー。ここで引き当てて終わり。平成よっ、またテトラかーい。また本日二度目の。必要なもんがあったらうちの店に来や。ないもの以外は何でもあるで。今何でもあるって。任務はもうやめなって。キボトスでは任務ごっこは恥ずかしいんだよ。ヤンの太もも好き、挟まれたい。いい流れ、今度こそテトラは許してね。あのメガネに頼るとろくなことになんないわよ。地獄に行ってもこんな面白い殺戮ショーは見られんぞ。ねえねえ、お兄ちゃん知ってた？奥稼いでも奥使っちゃえばボンビーになっちゃうんだよ。今から札束使います。サービス開始時は最強枠だったルピーちゃんももはや懐かしい。あ、4連続2G。勝負だ。会えて嬉しい。よろしく頼む。会えて嬉しい。ご命令ください。おじさん、テトラは嫌だ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 。よろしく頼む。さてはテトラピックアップだな、てめえ。ねえ、なんでこういうことするの？地上で道に迷ったときは、この私を訪ねてくるように。いつでも助けてあげるわ。今ガチャという迷路に迷ってるので助けてください。救いはないんですか？ラッキーアイテムとか。そういえば視聴者アニキたちは2周年イベントはプレイしたかな。今回も今までの周年イベントに負けず劣らず激おもストーリーでしたね。というかミニゲームのボリュームがすごい。すごくない？ミニゲームってなんだよって何度も思うレベルだった。わけわかんないよー。では私は失礼します。マップの広さがとんでもない上にラクチャーもめちゃ強。あのミニゲーム、ノーマルモードでクリアできた兄貴はいるんですかね。僕はアクションは超がつくほど苦手なのでイージーモードにして無敵状態で突っ込んでました。無敵ゆえに無謀に突っ込んでゴリ押し、ラクチャーに吹っ飛ばされまくってシンデレラに申し訳ない。一体何度ジャンプをミスって崖下に落ちてしまったか。意外と難しいのよ。なんとかクリア自体はできたけど、完全コンプはさすがに諦めちゃいました。ノーマルモードで完全コンプできた兄貴は特別に自慢しても許して差し上げよう。やりますね。とかとか言ってる間にもう150連目ですよ、ネメリスちゃん。完全に流れが止まってしまっている。やはり序盤に運を使いすぎたか。あ、やばいわよ。ガチャが無料。ここから入れる保険ってありますか？あ、ネオンのもん。出てたー。僕がガチャマイスターだ。武力介入する。頼む、さすがにここで引けてくれー。エリシオン。待っていましたよ、あなた。今回も、迅速かつ正確にターゲットを処理する。やっぱ人妻はいいよね。そそるぜ、これは。170連目。今度こそ、今度こそ。8歳と9歳と10歳の時と、12歳と13歳の時も僕はずっと待ってた！おじさん。ソルジャーオール、ただいまより合流します。レディ、私と面白い研究しに行かない？マスクウェルさーん。この服マジデスコ。というかもう200連目前じゃん。他のゲームならもう天井間近という事実。
やっぱ怖いっすね、ガチャは。俺の体はボロボロだ。190連目、ガチャに侵食される。またテトラが来る気がする。ソルジャーオール、ビルグリム、ただいまより合流します。昔話はハッピーエンドが決まりだ。お前の物語もな。うお、すっげえ筋肉、鍛え上げられすぎだろ。ここまで過酷なガチャだったので背中を拝んでいこう。ボディが劣化し、何度も修理した。これなら大丈夫だ。物語を書き直す準備はできた。外国の映画でありそうなセリフ回し。なぜ私を見ている？私の顔がおかしいか？うお、たくましい背中が揺れてる。オーバーヒート感あるリロード。男の子はこういうのが好きなんだよね。さて、次回の動画はシンデレラガチャに挑むぞ挑むぞ。ガチャは続くよどこまでも。ということで今回はここまで。動画更新や自作ゲームのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねとチャンネル登録も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。僕が制作した同人ゲーム、メメリスちゃん RPG が BL サイトで好評発売中なのでぜひプレイしてね。では、サラダバー。